タイムボカンシリーズタイムカン2000回答きらめきマンタイムカン2000回答きらめきマンは2000年4月5日から9月27日までテレビ東京系列で毎週水曜18時18時30分に全26話が放映されたタツノコプロ制作のテレビアニメテレビシリーズのタイムボカンシリーズとしては初のステレオ放送作品であるタイムボカンシリーズ第8作目 いただき万以来となる、テレビシリーズの新作であり、4、3映像及び、セルガで制作された最後の作品でもある。本作品の制作にあたっては、総監督の笹川博史、シリーズ構成の小山構成、メカニックデザインの大河原国を、音楽の山本正幸、神保正明、三悪の声優陣のお原のりこ、柳上治、立壁和也など、かつての主要、 スタッフキャストが再結集した。主題歌も往年のシリーズと同じく山本が作詞、作曲、さらにオープニングテーマの歌唱を手掛けており、エンディングテーマの歌唱はタイムボカンシリーズと山本の大ファンである広本、ヒロトが担当した。キャラクターデザインは、天野義孝がスケジュールの都合で参加できなかったため、かつて笹川の事務所に所属し、昭和期のタイムボカンシリーズでも、 サブキャラクターデザインとして参加していた、上北双子が担当している。日本アニメ史上に残るヒットシリーズでありながら、不本意な形での打ち切りを余儀なくされた、タイム母ンシリーズは、平成以降、CD ドラマ、OVA、ラジオドラマを経て1990年代末期に、テレビシリーズ復活の話が持ち上がったものの、局にもスポンサーにも恵まれず1年4ヶ月も中に、浮いていた。 読売広告者の協力を得て、ようやくメインスポンサーとして、バンプレストが放送局として、テレビ東京がそれぞれついたのは2000年春に入ってのことであったが、かつての高得と椅子に代わる玩具などの関連グッズの制作会社は、確保できないまま本作品は放送開始を余儀なくされ、結果として平均視聴率は3.9%と伸び悩み、 かつてのような人気を取り戻すには至らなかった。この数字は短命に終わった、いただきまんの9.4%よりもさらに低いが、そもそも本作品の放送時間帯である水曜18時代は、モニター家庭の40%程度しかテレビを見て、いないという背景もあり、昭和期との単純比較はできない。またそれまで4クール、もしくはそれ以上の期間であった。 過去のシリーズ作品よりは短いとはいえ、ニクール26話構成は放送開始当初からの予定であり、なおかつ、いただきンや、やったーン第2作目のように、プロ野球中継や特別番組などによる放送休止もなかったため、当初の予定を満了した形となっている。シリーズ構成の小山は本作品について、タイムボカンシリーズの定番であったお色気要素や、 毒気などが禁じ手とされるなど、最大の問題はシリーズにとって制約がありすぎる、放送枠にあったと分析している一方、復活を期して活動してきた立場としてはまず17年ぶりのシリーズ復活が一番であり、制作局や放送枠の問題も含め後はすべてにの次でいいとも語っている。同時に元気よく燃え上がった火をこのまま消さなければいい。次の、 第球弾を放つための CM と考えればいいと、本作品の果たした意義と終了後の展開を見据えたコメントも残しているが、本作品の終了によりシリーズは再び長期の休止期間に入ることとなる。それまでとは、制作局こそ異なるとはいえ、前述の通り正式なシリーズ作品として扱われている本作品ではあるが、皇族のシリーズ作品や特別番組でも、 本作品について触れられる機会は少なく、終了直後の2001年2月に発売された PS 用ゲームソフト、母ン、午後5で隠しキャラとして登場した程度である。時は、近未来。大回とキラメキマンがオーグオンシティを騒がせていた。キラメキマンは必ず犯行を予告し、警察の警戒網も簡単に抜け出して盗みを繰り返す。実はキラメキマン一号は、 警察署長の娘、リップ。500年後の未来からやってきたという少年パフと共に、謎の宝、ゴールドアイを探し求めている。ゴールドアイは500年後の世界でとても重要なものだと言うが、詳細はパフも知らない。それに立ち塞がるのは、刑事3人組の花の刑事トリオ。花とは、名ばかりの土ジ刑事だが、彼らの前に、謎のド土ドグリンが現れて、 サポートを始めた。果たして彼らは、怪盗キラメキマンを捕まえることができるのかまたゴールドアイとは何か本作品の主人公サイドは、男女ペアヒーローであるが、同様のスタイルであった、タイムパトロール対オタスケマン以前とは異なり、1号イコール女性、2号イコール男性となっている。また従来のタイムボカンシリーズの男女ペアヒーローはほぼ、お揃いの容姿であったが、 本作品では1号と2号の外観やカラーリングなどが多分に異なり、特にヘッドギアの外観が著しく異なる。タイム母ンでいうところの3悪には意図本作品では回答をオーケージトリオという役どころに扮しており、悪役というよりは仇役に近いものの、やられ役という立場には変わりない。他にタイム母ンのマージョ一味が登場したこともあった。 また、受定無ー員書院の行きつけの喫茶店、ドロンボーでは、ドロンボー一味が店を経営しており、時折登場する。なお、未来警察、浦島の面々が登場したこともある。特筆のない限りすべて同時ネット。出店は、浮きのものを使用する。ありがとうございます。